四角形平板に生じるクラドニ図形。ここで振動は平板中心にスピーカーなどの振動元を接続している。より高い共鳴周波数で現れる図形。クラドニ図形はドイツの物理学者、エルンスト・クラドニの名にちなんだ図形であり、物体の固有振動の不死を可視化する方法である。この図形は1680年7月8日。 ロバート・フックによって見出された後、1787年に、クラドニの著書に初めて記載された。金属、プラスチックガラスボールなどにピンと貼った、ラップなどの平面にスピーカーなどで振動を与え、音程を変えると、共鳴周波数において、平面の強く振動する部分と、振動の不死となり振動しない部分が生じる。ここへ例えば塩や砂などの粒体を巻くと、 振動によって弾き飛ばされた粒体が節へ集まることで幾何学的な模様が観察される波長が短くなるほど現れる幾何学模様の構造も細かいものになる平面に用いる材料が均質でない場合はそれに応じて現れる幾何学模様も影響を受ける例えばギターの背面についてもこのクラドニ図形が観察されているギター背面に生じるクラドニ図形 インデカンガイウーバーライテオリーデクランジェス。ありがとうございます。